公益社団法人秋田県保存会は、天然記念物である、秋田県の保護や繁殖などを目的とする、公益社団法人、通称秋保。天然記念物秋田県の保護繁殖ならびにその、本質に基づく体系の固定化、所要素の向上を図り、日本の秋田県による文化の発展に寄与するとともに、世界の県主として海外に発展セシムルをもって、目的とする。 種の保存のための展覧会等の開催秋田県に関する普及、啓発秋田県に関する、審査員の人材育成秋田県に関する、犬席、検査号の登録及び決闘所の発行各種物品の販売事業会員の研修、及び募集その他本会の目的を達成するために、必要な事業国内51支部と、東北北海道、関東、関東中央、東海北陸、 関西、中国四国、中国瀬戸内、九州の8カ所に総支部が置かれている。また海外では、米国、台湾、イタリア、中国、ロシア、ウクライナに支部がある。秋田県をめぐっては、明治後期からの統権熱の高まりによって、強権作出の風潮が強くなり、都佐県など他県主との交配により純粋な秋田県が絶滅の危機に瀕していた。 秋田県保存会は1927年に設立され、1954年に秋田県保存協会と一本化されて、現行組織が誕生した。太平洋戦争中は、軍用犬として国内で唯一認可されていたシェパードと交配することで血をつなぐが、保存してきた秋田県の血統からは大いに対抗してしまった。戦後、残った。 少数の秋田県をもとに血統を回復する活動を再開。秋田県保存会は1947年から展覧会を再開し、1949年からは開放、秋田県の発行を開始した。秋田県保存会は1953年5月に社団法人組織に移行。さらに1954年に秋田県保存会と秋田県保存協会が一本化され、 現行組織が誕生した。以後、全国に支部を増やし、さらに海外支部を設立するなど、幅広く活動している。平成27年5月からは、公益社団法人に移行した。年に1、2回の支部店、春季、秋季の年2回の総支部店、本部店が行われ、対抗、経路、骨格など、約70の評価項目に基づいて、 個体審査と比較審査が行われる。春季本部展は、毎年5月3日に本部を置く、秋田県大館市の桂城公園で行われ、全国各地から200頭、近い秋田県が集まり、日本一を競い合う。なお、桂城公園と秋田県会館は、国道7号を挟んで隣接しており、橋でつながっている。一般の見学は自由である。 秋田県保存会の会員かつ登録権であること。参加には事前の申し込みが必要である。出陳区分は性別ごと4部門に分かれる。1977年保存会創立50周年を記念して本部店の行われる桂城公園近くに設立された。1階が本部事務室、2階が会議室で、3階が秋田県博物室になっており、 これは国内の研修団体で唯一の博物室である。骨格標本、工芸作品、パノラマ展示等、秋田県に関する幅広いジャンルの資料を展示している。また、日中の館外には保存会会員の犬がおり、実物の秋田県に会える場となっている。秋田県会館に関するカテゴリー。ありがとうございます。